覚えているか、あの時のことを。私たちは孤児となり、二人だけで暮らすことになってしまった。両親の残してくれた屋敷はあったが、寂しく苦しい暮らしだった。そんな時、里親が見つかったとの知らせが来た。だが引き取ってもらえるのは一人だけだった。僕は兄ちゃんと一緒じゃなきゃやだ。わがままを言うな。お前は今日からレイトンさんの家に行くんだ。やだよ、エルシャール。お兄ちゃん、バカ、それは今日からお前の名前なんだ、エルシャール。ごきげんよう、レイトンさん。これが弟のエルシャールです。君がエルシャールか。町でも評判の優秀な子だと聞いたよ。あなたがエルシャールなのね。ごめんなさいね、二人は引き取れないの。はい、弟をよろしくお願いします。あなたは？僕は学校がありますし、ここを離れるのは困るのでちょうどよかったんです。そう、じゃあお勉強頑張らないとね。はい。強く生きていくんだ。今日からお前の名はエルシャール・レイトンだ。